下地の確認についてご説明します。ブラケットの固定位置には必ず木材の柱または構造用合板12ミリ以上の下地材があることを確認してください。入り墨コーナー用ブラケットの固定位置には図のように必ず柱が1箇所と桟木が2箇所あることを確認してください。